い、ジュン君、おはよう。おはようございます。ポンちゃん、おはよう。おはようございます。はい、ポンちゃん、おはよう。下も夏仕様に敷き替えましたし、今日は iMac21.5 インチ2013レイト2013っていうのかな、をハードディスクを SSD に切り替えたいぞという勉強をいたします。便利になったなと思うのは、今までね、結構インターネットで調べても、文章ばっかりだったから、不安で不安でみたいなのを抱えながら、コンピューターのね、買い替えの時とか、なんかパーツをなんか買い足すとか、なんかそんな時にはいろいろ考えたんですが、今はね、ちゃんと僕が持ってるのと同じものを、作業した人が動画で残してくれています。これを見るよ。そして何をハードディスクは、SSD は何、どのメーカーのが良さそうかとか、それも全部今日中に決めて発注します。またこれが開いちゃったよ。さあ、この SSD の換装っていうのかな、交換の管理、装着の装ですね、の動画見ております。確かに勉強になります。どうもありがとうございます。いろんなことがね、起きるのね。ない場合はね、細めのプラスチックのカードなどでも代用ができます。動画を多分7、8本見たかな。何をしなきゃいけないのか、何を準備しなきゃいけないのかは分かりました。で、準備するもののメーカーをどうするのかっていうのを、何を準備するのかっていうのをちょっとこれからですね、ブログの方が多分そういうことに関しては詳しいかなと思うので、見ています。はい、じゃんくん、おいで、こっち、おいで、どうぞ、はい、来てください。はいはい。今ですね、動画で、Mac の SSD かということで勉強していました。外付けとして使って、それを起動ディスクにするっていうのもかなり有効らしいんですが、今回の場合、うちの iMac 君は、ハードディスク壊れちゃいましたんでね、解体して中を入れ替えるっていう方向でやります。マオイママさんの、iMac もですね、同じように外付けから立ち上げるとすごく早くなるんだそうです。それもちょっとまだちょっとね、お金をいっぺんに全部使えないので、そのうち考えたいかなと思います。ジャン君、いいの？いいですか？はい、はい、喋ってたから違うかと思っていなくなった。またいなくなるのかい。はい、ジャン君、ポンちゃんがまた暑いとこに行ってるんだけど、おいでって言ってくれないかな。大丈夫かね、あんな暑いのに。ジャン君、はい、うん、はい、じゃあ行くか、どうぞ。はい、はい、おいで。
ジャン君。